今日はトレーナーの、私の朝のモーニングトレーニングルーティーンを紹介したいと思います。今朝走って帰ってきました。で、ヨガマットを敷いていきます。ナイキのヨガマットですね。で、これ手に持ってるのは、これ竹踏みの竹です。置きましたね。重しとして使ってます。意外とくるくる巻いてくるっとなっちゃうので、はい。で、ここからちょっと早送りで、で、ここからはまあトレーニングというより、ちょっとコンディショニング、まあ体をまあコンディションするやつなんですけど、整える、これはちょっとよくというかやってます。昔前に肩を痛めたことがあって、で、肩のまあリハビリを兼ねてるんですけど、これはまあトレーニングではないので、ちょいとちょっと早送りをしちゃいますね。でも、これは多分3年くらいやってると思いますね。肩甲骨、肩周りを使えるようにするっていうあのやつなんですけど、これのおかげで一回肩を痛めて、ずっとリハビリをしたんですけど、これまあリハビリのやつなんですけど、そのまま続けてて、それから肩を痛めたことは一度もなくて、本当ほぼ元通り、まあ元通りですね。快適に肩を使えてるっていう状態で、とてもありがたいですね。これはリハビリに行って理学療法士さんから教わりました。やっぱりトレーナーとか理学療法士さんとか、全然やっぱりアプローチが違うとは思うので、今もこれは続けてて、とてもちょっと勉強になっているものですね。これはまあ腰痛とかにも関係するやつだと思うんですけど。で、指をちょっとヨガっぽいやつで開いていってます。これだいたい3倍速ぐらいで回してるので、ちょっとなんか変な見てて変な感じしますけど、こういう感じで、まずちょっとコンディショニングしてますね。こういう感じです。で、そろそろトレーニングに入っていきますね。トレーニングに入っていきます。で、まずお尻ですね。お尻のトレーニングをしています。横にゆっくり上げて、ゆっくり下ろすっていうトレーニング。ちょっとスピード速いっすね。これはちょっと速すぎる。意外とやっぱり自分だけでやってると気づかなくて、気づかないうちに早くトレーニングをしてるってことはよくありますね。これ典型例です。かなりスピード速いですね。こんなに早くしなくていいですね。ゆっくりゆっくりやってあげることによって、しっかりこれ効果を発揮するものなので、もっとゆっくりやってあげた方がこれはいいです。中殿筋っていう体を支える筋肉のトレーニングです。外もも、これは内ももですね。内転筋って言われるやつのトレーニングなんですけど、基本的に人間って体を縦に動かすのは得意だと思います。前に歩いてますよね。縦には動かすのはできるんですけど、でも横に動かすことってほぼ意識をしません。なので、かなり横に動かすことは弱いですね。なので、これ多分実際やってみると結構きついです。実際やってみると結構きついですね。あれ？これなんかスピード速いな。でも早送りになってるかな。いや、早送りに再生はしてないので多分なってないとは思うんですけど、大体スピードとしては、もうこれの2分の1ぐらいのスピードでもいいぐらいですね。ちょっと速すぎます、これは。筋肉にしっかりは効かないので、速すぎると。なので、もっとこれの半分ぐらいのスピードでゆっくりやってあげるって意識してあげると、意外とこれ効きますね。これ、ももの外側、内側のトレーニングやっていきます。もっと起き上がってきました。ふう言ってますね。ふうっていうぐらい、実は結構筋肉使うと体が温かくなるので、結構きますね。
で、後ろに何を取りに行ったかというと、よくショッピング行くとくれる紙袋なんですけど、これラッシュとお土産物屋さんの紙袋なんですが、今度はここから紙袋を使っていきます。で、この何て言うんですかね、ラッシュ個人的にすごく好きで、紙袋も綺麗なのでちょっと置いちゃってるんですけど、で、今ですね、その紙袋に本を詰めてます。私本すごく読むので、本を詰めて、これをどう使うか、ちょっとガシャガシャ言ってますけどね。これをどう使うかというとですね、もう少ししたらわかります。意外とこの紙袋、頑丈であればっていう前提があるんですけど、頑丈であればとても使い勝手の良いものです。これは確か神戸かな、行った時にさっきの紙袋は、お土産買った時にもらったやつなんですけど、で、これか、本を入れています。本をいっぱい入れています。で、この紙袋と本が意外とキーワードというかとても大切になってくるので、ここからで本を入れました。で、ここからもう一つある道具を使います。それをちょっと取りに行ってますね。で、これは それを使うかっていうちょっと面白い道具なんですけど、今お風呂場に行きました。お風呂場にある道具を使います。これですね、お風呂掃除機。シャキッとこれ実は伸びるんですよ。伸びます。ちょっと今肩動かします。で、これに通します。はい。ここから、ぐわっ、あ、痛い痛い痛い。後ろに持ってきますね。肩痛めないように。バーベルですね。そこからスクワットいきましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり上げて、そうですね。本当にスロートレーニングです、これは。だいたい10秒ぐらいで下ろして、10秒ぐらいで上げてますね。そうすることによってしっかり筋肉に効くっていうのがあるので、ゆっくり下げる、ゆっくり上げるっていうのをポイントにやっていきます。で、基本的に、そうですね。スクワットなので、足、お尻とか、もも前、もも裏のトレーニングになります。で、この角度だと、ちょっと、フォームが確認しづらいんですけど、これ2セット目は横を向くので、ゆっくりいきますね。ゆっくり下ろして、ゆっくり上げて、本当スロートレーニングなので、ゆっくりすぎるぐらいゆっくりでいいです。あ、これ2セット目いきますかね。そうです。横を向きます。で、ここからはちょっとフォーム分かりやすくなるんですけど、で、しっかり立って、そうですね。お尻を少し引くようなイメージですね。で、下げて、上げていきます。で、これスローモーションかなって思われると思うんですけど、これ実際にこれぐらいのスピードでやってますね。ゆっくり下げて、ゆっくり上げて。で、これ本当やってみると実際わかるんですけど、スローの方がきついです。これ、早くピャッピャ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 やると、勢いでできてしまうので、これ実はスローの方がきついですね、スクワットって。これそんなにめちゃくちゃ何十キロってある重りじゃないんですけど、スローでやってるので結構筋肉にきてます。これはゆっくり下げて、そうですね、だいたい5回ぐらいしか今やってないですかね。ゆっくり、本当はもっとやっていいとは思うんですけど、少なめですね。終わったか？まだやってますね。回数間違えてる気がしますが、そんな時もあります。ゆっくり上げます。本当にスロートレーニング。でもスクワットは本当キングオブエクササイズって言われるように、全てのトレーニングの基礎になってくるので、
このスクワットがちゃんとできるっていうのはとても大切ですね。ほんとコア、お腹周りをすごく使う運動に、お腹周りもちゃんと使う運動になります。はい。で、ここからは、ちょっと見えやすいようにマットを横に引いたんですけど、で、ここからですね、ちょっと、椅子。今、椅子を持ってきました。あ、でもこれあれっすよ。本当はダメなやつですよ、これは。コロコロ動く椅子使っちゃいけないので、本当はこれはダメです。非常に危険なので。はい。で、今度はですね、この椅子を使っていくんですが、はい、座ります。で、スクワットも下半身使ったんですけど、これも下半身ですね。お尻の運動をしていきます。紙袋さんを横に来て、バーベル。で、肩甲骨を椅子にかける。そうですね。で、そこから、まだか。お尻を上げます。そう。お尻の力で上げる。お尻の力で上げるっていう意識でやっていきます。紙袋は落ちそうな。これ今お尻触って硬くなってるか確認してみます。で、実際に触ってもらうとわかるんですけど、これ実は結構すごく硬くなるんですよね。これヒップスラストっていうお尻のトレーニングなんですけど、で、多分外国、アメリカとかだとすごい前からやられてたものだと思うんですけど、日本だと最近出てきて、すごく人気のあるトレーニングです。なぜかっていうと、お尻を、最近ちょっとお尻のトレーニングが流行っててですね、お尻を、まあ、綺麗にするっていう形ですね。トレーニングになります。スクワットと、まあ、スクワット以外でもお尻っていう、しっかりお尻を鍛えるものですね。今、多分女性でやってる方がすごく多いんじゃないかなとは。ただ、お尻っていうのは、おっと、なんか、休憩ですね。休憩。セット間休憩です。びっくりした。何やってるのかと思いましたけど。お尻って、すごく大きな筋肉なので、お尻をこうやって鍛えてあげることで、しっかりエナジーっていうか、エネルギーですね。体のエネルギーの中枢っていうか、エネルギーを出してくれるところなので、とっても大切です。これ実は女性だけじゃなくて、スポーツ選手とかもやってますね。実際 NBA の選手は確か250ポンドだから120、30キロを楽に上げてたんですけど、それぐらいケツの力をちゃんと使えるようになるっていうのがとても大切です。これしっかりお尻使ってあげるときますね、結構。しっかり上げて、ちょっと上げるのがもうちょっとお腹までしっかりまっすぐにしたいぐらいですけど、まあまだ、まあいいでしょう。はい、終わりました。だいたいこれ20回ぐらい今やってますね。20回を2セットぐらい。で、次何だったかな？ああ、そうだそうだ。これはですね、私結構強いんですけど、骨盤の、足を上げる運動です。で、私の場合結構骨盤の前傾がすごく強くて、反りですね。反りっていうか前に傾いてる。強くてですね、まあ弱くはないんですけど、腸腰筋のトレーニングです。腸腰筋。腰じゃなくて足を上げる運動ですね。で、基本的にこれがちゃんと働いてると腰がちゃんと立ちやすいっていうか、前傾しやすいので、立つとはまた違うかな。で、ここがちょっと弱くなりやすい場所ですね。足を上げる筋肉が実は年齢とともに弱くなりやすいです。なのでこの運動って結構地味なんですけど、見た目よりとても大切になります。お尻がくるってできれば丸まりすぎない方がいいですかね。しっかり腰を立たせて運動してあげる、腰を立たせて運動してあげるっていうのがとても大切になります。これだいたい20回を、左右だから2セットかやってますね。これ意外ときついっす。ももを上げる単純な運動なんですけど、意外ときついですね。ゆっくり上げて、下ろして。ゆっくり上げて、下ろして。連続でいきますね。
ほぼ休憩はないんですけど、で、これやっぱり、しっかりコア、体の中心はしっかり固定してやっていくので、そうですね、フーフー言っちゃいますけど、まあまあきついです、これは。上げて、下ろして。単純なもも上げの運動のように見えるんですが、まあでも単純なもも上げでも結構やってもらうとわかるんですけど、実際きついです。でも、お尻が丸まってるってことが多々あるので、お尻を丸めないようにゆっくり上げて下ろす。あ、ゆっくりっていうか、まあ上げて下ろすですね。っていうことが大切になってきます。上げて下ろすですね。で、やっぱり息と、まあ、いい感じでやってますね。まあ、結構実は地味な運動、多分気づくと思うんですけど、地味な運動ばっかりです。で、誰もがなんかこんな普通のトレーニングしてるんだって思われると思います。で、トレーナーとかインストラクターって特別な運動をしてるわけではないので、私の知ってる限り。当たり前のことを当たり前にやって、あの体を作ってます。あ、音終わりましたかね。で、これタオルでやっぱり汗かくので、私すごく汗かきなんですけど、やっぱ拭いてきれいにしたいので、そこはちゃんと拭いてますね。はい、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 場面変わりました。はい、ここからはしっかり中殿筋です。体を支えるっていう意味で中殿筋のトレーニングってとても大切なので、段差のある高い方に右足をかけて、で、腰を上げる、下ろす、上げる、下ろす。微妙に今、あ、これ、まあ、90、まあいいや、右足かけて、で、映ってる側の骨盤を上に上げる、下ろす、上げる、下ろすっていう運動なんですけど、そうです。今、右のお尻を上げてます。右のお尻を上に上げて、下げて。左足は地面じゃなくて段差の上についてますね。右足は浮かせて、右のお尻を骨盤を上げて下ろして、上げて下ろして。中殿筋と言われる筋肉の運動で、体のバランスを保つ運動になっています。で、もうちょっとしたらもうこの動画は終わっていくんですけど、やっぱ伝えたいことじゃないや。やっぱ基本的なトレーニングをやっぱりしてます。で、やっぱすごいトレーナーとかインストラクターって、いい体してるってすごく言われ、あの、なんかみんないい体してるって当たり前、それが当たり前みたいに言われるんですけど、それはトレーナーインストラクターだから何もしないでその体っていうんじゃなく、体ができてるわけじゃなくて、ちゃんと当たり前にトレーニングをして、当たり前に、ってか普通にこの体を作ってます。トレーニングをせずにあの体を作ってるわけじゃないので、トレーナーとかインストラクターだからって言って特別な人間ではないので、当たり前のトレーニングをしてますね。当たり前のトレーニングをしてあの体を作ってます。っていう感じで、今のだいたい20回かける2セットぐらい。で、これも汗をふっかくので 拭いていきます。そこはやっぱちゃんとやりたいですね。汗かくので拭いていきます。はい、そろそろ動画終わりますね。はい、今日はトレーナーのモーニングトレーニングルーティンでした。だいたいこれ、下半身のトレーニングなので、4日、そうですね、4日に1回ぐらいやってるかな。ペースとして2日に1回トレーニングはしてるんですけど、まあ、上半身、下半身って交互にやってるので、今日何もしない、明日上半身、次の日何もしない、次の日下半身という感じなので、下半身単体で見ると、まあ、4日に1回ぐらいっていうペースですかね。はい。では、今日はモーニングトレーニングルーティンでした。では、以上、フィットミーチャンネルでした。バイバイ。